日本でそういう鉱物を全部発掘したのは私たち、山へお前行け、平野におってはいけないと言って追い出された。やがて水軍と言いましたが、瀬戸内海の海、日本海全部彼らが支配した。だんだん権力を持ってきたんです。追い出された人が権力を持った。その中で平野の中に住んだ二十歳の一軍がおる。江戸時代の前、つまり江戸時代になると士農工商得た否認となる。否認は上から落とされた人だから得たとは違う。僕言ってるのは得たなんです。ユダヤ人です 100%。 ほんで平野に住んだ人は本来山やお前ら海やって言われた人で、技術を持ってるから、戦争の技術も身の持ってる、そういう人たちが特に平野に住んだ場所を三女と言いました。典型的な三女はどこにある？名古屋、中村、秀吉です。秀吉がなんで城をバッと作ったり岐阜城を落としたり、なんでやったんや、二十歳だから。だから家康は、次の代になって家康は秀吉の力を知ってる。つまり二十歳が一斉に動いたら何が起きるか分かってるわけです。だから身分を作ったんです。特に二十歳の流れの人は得たに落としました。それを明治以降に立っても私たちは、あの人たちは汚れた人やとか思ってるわけです。それは政策上、秀吉が身分を作る、ごめん、家康が身分を作る前はそんな得たなんてないです。そこで話は詳しくは2月にするとして、この三所に住んでいた人たち、ある人たちはこれを肉の処理に回された。だから今でも皆さん、肉を処理する人たちはあいつら得たやとか、差別民やあいつらって言ってるんじゃないの。その人たちがやってくれなかったらあなた肉食べれないよ。そやろ。その人たちが書いた文章、この前どんなふうにして処理するかといったら、僕も松坂肉、三重県の松坂肉の処理のとこ行ったことがありますが、血の周り一面に広がる血の匂い、加工された生肉の匂い、ドサンと倒れる牛の地響きで、順番待ちする牛も何かを感じる。懸命にグギャーグギャーギャー、それは匂いで感じますから、もう逃げれないです。右も左も行けない、柵作ってやるから。かわいそうですよって言って、そのままドーンでドーン倒れて、もう地風吹かけるわけよ。グギーグギーギャーで、懸命にイヤイヤをして鼻にかけたロープを振り切ろうとする。皮をひんむくられ死んでから、胴体を右左に打ち切断され、首は落とされる。で血抜きしたことは、血が抜かれた後は悲惨だ、床あたりは一面血の海になると書いてあります。これ実際それをやってる人が僕に文章をくれました。でその中で彼はふと言った。皆さんが肉食べて、牛の肉食べてる、大概はどんな肉、いや高い肉食べてるってよくわかりませんが、こんなおいしくないです。ストレス感じてるから。死ぬ時どう？吉田松陰が首をはねられる時は、首を切る役人は感じたことのなかったほどでしたよ。スパーッと首切ったけども、全然彼は動じない。悟りがあったね、彼にはビジョンがあった。牛も一緒、殺される時今あったグイヤー、血液がみんな酸性になってる、肉体が、牛の肉体が硬くなってる。それをあなたが食べてるわけよ。それは本来の牛肉じゃないんです。だから僕はそれを知るために、教えられるために、牛肉を処理する人にいろいろ話を聞きました。その人自身、試しにストレスを受け続けた牛の肉は硬くて、味も
いまいちですからって書いてある。本当の牛の味じゃない。僕今何言ってるかと言ったら、得た、つまり本当のユダヤ人たちが牛を世話して牛を殺す、それ何のためだって言ったら、牛という場合は5つ、この線よりも上ね、農耕、昔農業で牛でやりました、運輸、物を運ぶ、それから歳費って肥料ですね、昔話題に、僕の田舎行ったら門の横のところ牛がいつも飼ってありましたが、そこで肥料を取れるね、運行としてくれたりね、この1,2,3が普通ですよ。で食肉っていうのはある、だから差別された人がこれやらされた、しかし単にやらされたって言って腹立てたじゃなくて、5番の犠牲ってなる。どういうことや、この字後ろの方見えにくいか分かりませんが、犠牲、漢字の3分の2は日本で作ってるんです。本来は漢字というから中国人に違う、中国人は作ってないです。ほとんどはユダヤの人です。日本に来たユダヤ人、先ほど現代純潔な本当のユダヤの血を受けている人は5000万って言ったでしょ。ずっと昔触ってください。日本で作られた漢字、これはみんなユダヤと関係ある。犠牲、ここに書いてある、犠牲だ、聖、つまり牛が犠牲になってくれたんです。人間は人生を送っていて、いろんな失敗もあるし、恥ずかしいこともあるし、罪もある。で、新たに始めるときに、昔のユダヤ人は旧約聖書を読むと、神の前に贖わないと言いました。贖わない、難しいだね、贖わない、そして神の御前にお許しくださいってやった。お許しくださいと口だけ言うんじゃなくて、ほとんどの場合自分たちが大事に大事に飼ってきた牛を連れて行ったんです。牛が身代わりになってくれました。犠牲になってくれたんです。だから犠牲、贖わない、身代わり、だから牛編なんです。先から言っているように、二つの座標軸、ユダヤ問題。だからユダヤ問題で分かってきたら、そんな身近なものまで分かってくる。そして日本に来て、先ほど言ったように、畑氏は牛の処理をしたんです。まさに犠牲です。もう一つ彼らは、牛だけじゃない。羊を飼ってた。羊。ほんで羊の下に割れを書く。神の前に出るときに、羊が自分たちの身代わりになってくれたんです。だから義なんです。だから正義の義ってのは非常に大事なことでしょ。羊なんです。そして犠牲は牛編です。前にお話したことあるけども、ノアの箱舟、これは象形文字の船や。しかしその横に8人、ノア、セム、ハム、ヤペテ、4人の男、それぞれの奥さん入れたら5人は8人や。だから大きな船は8人と書く。みんなそれを知ってるユダヤ人が日本で作った字なんです。もちろん逆に中国へ輸出した場合もある、漢字は。だから私は漢字って言ったら、もう中国もんやと思うか、違う、3分の2は日本で作られたもんですよ。それほどの知恵者が日本に来た。その中心となった人は誰だ、畑氏だ、この畑氏。だから彼らは日本に入ってくるときに、秦の始皇帝の秦という地名を使った。ああ、秦の始皇帝ですか。中国をまとめた。秦の始皇帝。秦の始皇帝の家来で、日本に何回も何回も探りに来た人。一番大事な三種の神器をどこへ移すか。中国ではなくて、十戒の石板。これモーゼの。アロンの杖。今、熱田神宮にある。新しい天皇が誕生なさると、熱田神宮のアロンの杖はさっきのイザヤの宮に移す。密かにマナの壺、これは食べ物でした。そのマナの壺は金でした。ある人は言う、マナの壺は上から見たらこんなふうになる。ここに丸いものが、